私は警察と報道機関に今回は怒ってますよ。不当な権力行使は許しません。どうも皆さんの味方弁護士のミーノです。さて、最初から怒っていましたが、私本当に今回は怒ってます。これは私の仲のいい弁護士さんの話なんですけれども、先日警察に捕まった被疑者の弁護を担当していたところ、なんと弁護の最終段階、ほぼ釈放決まっていた段階で、なんと新聞に説明報道がされてしまったという案件があったそうです。被疑者の方は結局無事釈放されたんですけれども、報道によって社会的制裁を受けてしまったという事件が起きました。釈放されて晴れて無罪になった被疑者の方も、こんな形で報道されてしまってはダメージが残ってしまいます。残念です。ただし、古い調査なのですが、国民の5割が実名報道に賛成しているというデータもあります。しかし、報道される段階は大抵逮捕された直後の段階で、実際に起訴されるか不起訴になるか釈放されるか、こんなことわからないんですよ。これは犯罪白書令和2年版のデータになるんですけども、90万件が新規に事件として取り扱われ、実際に起訴されたのは28万人、わずか 30% なんですけれども、不起訴や起訴猶予になったのは57万人、つまり起訴の倍の人数は不起訴になっているというデータがあるんです。皆さんが知らないだけで驚くほど不起訴や起訴猶予で終了している場合が多いんです。もちろん示談で終わっているということもあるかと思いますが、大半時短なわけないでしょうと弁護士さんは肌感で感じているんじゃないかな、そういう先生多いんじゃないかなというふうに思っています。つまり、実際に犯罪を犯しているかいないかの証拠もままならず、立証できるかもわからないのに逮捕して、挙句の果てに実名報道するといったパターンがあると私に睨んでいるんですよね。そこで今回は、そもそも実名報道とは何かということを簡単に説明させていただいた上で、次に逮捕された場合に実名報道を避けられるのか、3つ目の最後に弁護士として一言だけ言わせていただきたいことがありますので、ぜひ最後までご覧ください。今回の動画を見れば、刑事事件の実態がよくわかるんじゃないかなというふうに思います。最後までご覧ください。では行きましょう。まず、実名報道とは何なのかについて少し簡単に説明させていただければと思うんですけれども、まず実名報道とは、刑事事件が起きた際になぜか警察が新聞やマスコミにその情報をリークして、新聞やテレビなどが名前をつけて、その方が誰が逮捕されたのかということを知らせて報道すること、これをまあ実名報道というふうに呼んでいるわけなんですけれども、この件に関して、いや、個人情報ダダ漏れだし、これ違法なんじゃないの、というふうに思う方いらっしゃるかと思います。しかし、これ判例上実はセーフということになっています。基礎的な情報として名誉毀損に該当するとしても、公の利益に合致する場合には、それは違法性がないよということが刑法の条文に書かれているという前提で、今からの話を聞いてみてください。これは東京高等裁判所平成28年3月9日の判決なんですけれども、犯罪報道における被疑者の特定は犯罪報道の基本的要素であって、犯罪事実自体と並んで公共の重要な関心事である。そして、被疑者段階における実名等の個人情報を含む犯罪報道は、名誉毀損、あるいはプライバシー権の違法な侵害がある場合があることは否定できないとしつつ、氏名を含めて犯罪の報道をすることが公共の利害に関する事実の報道に当たらないとすることができない。つまり、報道機関による実名報道、これはプライバシーや名誉の侵害ではないというふうに裁判例が判断しているということになります。そういったわけで、重大事件に関しては、皆さんの関心が高いということで報道がされているということになります。二つ目です。実名報道って避けられるの?というお話をしていきましょう。結論としては、実名報道を避けるのは非常に難しいです。まあ、なぜか。結局、警察の一存で情報が提供されるかどうか決まってしまうからなんですよね。つまり、我々、弁護人である弁護士の方向性としては、まずは逮捕されないようにすることが大事になってきます。逮捕させずに、ずっと捜査の段階で警察を動かすということが、実名報道を避けないための一番の近道というふうになってきます。当然なんですけども、捜査してますなんて報道、絶対に出てこないですよね。そうなると、被害者さんがいる場合には、我々弁護士としても、示談を進めていくということになります。いずれにしても、皆さんが刑事事件に巻き込まれそうになったら、弁護士さんに相談することが、きちっとなるんじゃないかなというふうに思っています。実際に私が担当した事件でも、早めの示談があったために、逮捕されなかったため、示談が成立し、報道にもならなかったという事案は多数あります。皆さんも困ったら、周りの先生で構いません。ぜひ。すぐに相談をしてみてください。そして3つ目です。今回まとめとして言いたいことが1つだけあります。これは実名報道に関する私の一意見として聞いていただければというふうに思うんですけれども、もちろんこの件、加害者の方を決して持つわけではありません。重大案件に関しては実名報道することも公共の利益に払うというふうには考えています。ただ事実として、単純に被害者かどうかもはっきりしない、最終的には証拠不十分で不起訴や起訴猶予処分になって、
こういった方も報道をされて不利益を受けているという実態はあるんです。さっきデータの件お伝えしました。90万件新規の案件があっても57万件は不起訴か非訴で終わっている。要は最終的に証拠不十分、釈放というふうになった場合に警察や報道機関が僕は全く責任を取らないというのは本当におかしいなというふうに、せめてこうなりましたよというふうに書くべきなんじゃないかなというふうに思うんですよね。あくまで警察やマスコミは正しい情報を提供すべきです。警察が社会的制裁を加えるために報道機関を使ってはいけないというふうに思っています。そんな社会的制裁の方法が許されるんだとすれば、適当に逮捕して報道だけして制裁を加える、なんてことが警察に許されちゃいます。これ絶対にダメですよ。そういった恣意的に実名報道がされることに関しては断固反対ですし、今後そのようなことがあってはならないように思います。皆さんいかがだったでしょうか。今回は刑事件に関する実名報道について少しお話をさせていただきました。今回から何回か刑事事件についても話していきたいと思っております。次回は示談のことについてお話をしてみようかなというふうに思っておりますので、ぜひ皆さん今後もご視聴の方よろしくお願いいたします。そして刑事事件にもし困った際には近くの弁護士さんにご相談いただければと思うんですけども、近くに弁護士さんいらっしゃらないということであれば、私弁護士 B のが離婚案件、借金案件、刑事案件、その他様々な弁護案件について依頼を受け付けております。概要欄にある LINE アットの方から簡単にご相談することができますので、ぜひ LINE アットの登録の方よろしくお願いいたします。またコメント、いいね、高評価、いろいろお待ちしております。コメントの方一つ一つ返せるように頑張っていきますので、ぜひ皆さんコメントの方もよろしくお願いいたします。これからも皆さんにとって有益な動画を発信し続けたいと思っておりますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは今回は刑事事件の実名報道について、まあちょっと私の意見が混じっていたかと思いますが、最後までご視聴いただいてありがとうございました。これからの動画も楽しみにしていてください。では皆さんの味方、弁護士のビーノでした。バイバイ。